プロ野球ドラフト会議で中日ドラゴンズから1位指名を受けた岡山県和気町出身の日下翔投手。今日その日下投手が RSK を訪れ、ドラフト当日の心境を語りました。RSK を訪れたのは先月26日に行われたプロ野球ドラフト会議で中日から1位指名を受けた和気町出身の日下翔投手です。運命のドラフト会議から1週間経ちました。どうですか、実際落ち着きましたか？そうですね、時間が経つほどやっぱりちょっと実感ってのは湧いてくるんですけど、まあ、でもやっぱり指名していただいた直後は実感なくて、やっぱずっとなんかそわそわしてた感じです。日下投手は岡山市の創志学園高校を卒業し、亜細亜大学に進学。身長182センチから繰り出す最速153キロのストレートが持ち味の本格派右腕です。あの1巡目、率直にどう思いました？まさか自分が一指名していただけるとは思ってなかったので、まあ、嬉しかったんですけど、その反面驚きの方が大きかったです。ドラゴンズに決まったってなった時はどうだったんでしょうか？素直に嬉しかったですね、はい、ベテランの方も多いので自分の力の向上にはつなげられるので、はい、嬉しかったです。立浪監督、早速大学に、まあ、電撃で訪問されましたけど、はい、まあ、まずは新人を目指してチームの戦力になってくれというお話をいただきました。日下投手は今後再び大学に戻り、入団に向けた準備に当たります。ふるさと岡山の人たちにはどんな姿見せてくれますか？そうですね、やっぱ岡山県、まあ、プロ野球選手何人か出られてますけど、まあ、自分が一番活躍して、まあ、テレビでもすぐに見られるような選手になりたいなとは思ってます。1年目からしっかりローテーション入れるように努力するのが一番なんですけど、まあ、新人を目指して、そうですね、怪我なくしっかりやっていきたいなと思ってます。